これからの時代は特にそうなんですけど、はい、実は人のなんか価値っていうかを決めるのって、うん、だけなんですよね。ある人が差をつけられるんです。唯一やった、もう私これ成功します。私長月みどりは21年間運と気合だけでやってきたんですけど、うん、このままじゃダメだなっていうすごく限界を感じたりしてて。なんで？いや、なんか運だけで本当実力がついてきてないというか、突き進んできてしまっていて。いいじゃんそれで。いいんですか？なんかちょっと運がつきそうな気がしてて。そんなことないと思うよ。本当ですか？うん、じゃあいいですか、このままで。全然いいと思います。あ、じゃあこのままで生きていくことにします。そういうのね、考えない方がいいっすよ。やっぱ直感、堀江さん直感ですか？直感っすね。あ、じゃあ私も直感で成功しよう直感で成功する。直感っていうよりはこれからの時代は特にそうなんですけど、はい、行動力が実は人のなんか価値っていうかを決めるのって、うん、行動力だけなんですよね。行動力だけはあります。だからいいんじゃないですか。本当ですか、はい、あ、じゃあもうそう、今の人って割とこうありがちなのが、なんかいろいろ思い悩んで動かない人が多かったんですよ、うんうんうん、はい、それでもなんとかなってたっていう方が正しいのかもしれないですけど、うんうんうん、はい、今までの人って、まあ、動かない人が大半だったし、はい、動かなくてもなんとなくみんなと同じことやってたら、うんうんうん、なんかそれなりに生きられた。小学校入って中学校行って高校出て、うん、まあ、大学も出るかも分かんないけど、はい、で会社入って定年まで勤めて年金もらって、はい、みたいなっていうことをみんなができた時代はもう終わります。あ、なるほど。だから実は小学校とか中学校とか、はい、何も役に立たないわけ。もう今なんか勉強ってみんな暗記だと思ってるじゃん。そうですね。でも今さ、検索すればさ大抵のことが分かるじゃん、はい、だから検索の仕方とか覚えた方がいいんだけど、はい、あ、なるほど。なんかスマホとか触らせなかったりするでしょ。そうですね、うん、ちっちゃい。だってさ、スマホしかいらないじゃん逆に。いや、そうですよね。私も思います。教科書とかさ、うん、みんな読んでノートとか取ってんじゃん、うん、そういうのさあんまりしないじゃん大人になったら。はい、しないです。紙の本なんかも読まないからね。読まないです。そうなったら、はい、時にどうなるかっていうと、行動力がある人が差をつけられるんです。唯一これまではなんかちゃんと計画を立てて、はい、こう動きなさいみたいなことやれるでしょ、うんうんうん、はい、でも計画なんか立ててたら出し抜かれちゃうね、これからの時代は。ああ、そうか。だからもう、あ、これいいと思ったらそこに飛びつく人の方が得をするんですよ。あ、でもしそれがうまくいかなかったとするじゃん、うん、いいじゃんやめれば。でもやらないと分かんないこともあるでしょ、はい、何でもそうだけど、うん、体験をしてみたらこれ意外に良かったとか、うん、あ、これ自分に合ってなかったとか、はい、だからみんなすごい計画を立てて練習してとかってやるんだけど、はい、俺練習嫌いなのよ。私さっきから話を聞いてる限り、うん、堀江さんと全く同じタイプです。じゃあめっちゃ得します。やった、もう私これ成功します。うん、成功しますやった。これね、本当成功しますよ。本当に、あのね、本当にそういう時代。もうやったもん勝ちってことですね。そうで、やったもん勝ちって行動力がない人の方が大半だから、うん、行動力のない人は行動力のある人についていくんですよ、はい、でね、なんか俺 いろんな会社をやってみて分かったんだけど、はい、社長のタイプって2タイプあって、はい、すげえボンクラかすげえ優秀かなんですよ、うん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 、ですげえボンクラなやつがなんでうまくいくかっていうと、はい、行動力だけはバカだから、バカすぎて考えられないわけ、はい、バカすぎてリスクとか分かんない。あ、でとりあえずやってみて、そしたらあまりにもなんか危なっかしいから、うんうん、行動力のない優秀な人がついてくる。俺が何とかしてあげなきゃと思っちゃうんだって。だから周りに絶対そういう人いるでしょ。います。なんか、はい、だからそういう人たちがずっとついてくるから一生大丈夫。大丈夫、今支えてもらってます。確かに。そうそうそう、支えてくれるから誰かが。そうですよね。そうなんですよ。行動力のある人は誰かが支えてくれるんですよ大体。つまりやっぱりあの真っ裸になって行動できる人がやっぱり経営者になってったりする。あ、というか、うん、バカでもルーティンワークができなくても基本的なことができなくてもできる人がいっぱいいるんで、できる人やったらいいんですよ、うん、できる人はやっぱそのじゃあそいつが行動すればいいじゃないかと思うんだけど、世の中の大半の人はもうそれこそ9割以上の人は行動力がまるでないんですよね、うん、でなんで行動力がまるでないかっていうと、失敗したら恥ずかしいと思っちゃうんですよね、うん、だけど僕毎回それも言ってるんですけど、失敗しても恥ずかしくないよと。なぜなら誰も知らない
ないからだと、誰にも知られてないから失敗してるわけであって、はい、人は失敗のことなんか覚えてないから、あなたの失敗はあなたしか覚えてないし、恥ずかしいと思ってもあなただけだから、実は恥ずかしくないんだよというふうに言っても行動しないですからね。だからこそその1割の人になれば成功できるんですよ。だからほぼ成功できる。だってずっと失敗していって最後成功すればいいわけだから、そのお金の話をすると失敗してもゼロにしかならないんですよね、マイナスにはならないので、まあ命まで取られるわけじゃないですからね、うん、そうなんですよ、命まで取られるわけではない、いい世の中なんですよね、そう考えると、そのじゃあお金を稼ぐ力とか云々の前にどう考えてとか、失敗しても次立ち上がれる気力があることとか、もっとそういう根源的な方が大事じゃないっていう話になるんですかね。いやいや、もうだからその恥ずかしがらないっていうことですかね。恥ずかしがらない、うん、まあ組織員でも一緒ですけどね、必ずしも人がみんな経営者タイプでもないので、やっぱりこう組織の仕組みがあった方が働きやすい人っていうのはいるわけですよね。でだけれども、まあその組織の中で自分をどういうふうに位置づけていって、でじゃあどうやって世渡りしていくかみたいなことを考えた時に、やっぱりそこでこう恥ずかしがらないで頼むことは頼んでみるとか、起業しなくても多分そのこれから就職するんですか、それともなんだろう、こう研究でもするんですか、はい、まあでもいずれにしても自分のこうキャリアプランニングみたいなものをこう考えていって、でその自分に対するこう投資っていうことをまあ有効に積み重ねていくっていうのが、基本的にはこう人生に対する枠組みとしてはそんな枠組みになりますよね。その広い枠組みの中に起業するっていう選択肢もあるし、サラリーマンとして働くとか転職するとかっていうような、そういうものが位置づけられてくるっていうことですよね。起業できない人とか行動を移せない人、これは簡単ですよ。すっごい簡単に直してもらって、僕は発明したんですよ。同じことするのやめるんですよ。つまりこうほとんどの人って朝起きて ほとんど全ての行動ってこうルーチン化してるんですよ。要は同じ足から靴履くし、同じとこで自販機でジュース買うし、うん、同じジュースを飲むし、うん、それこそ改札もいつも行く駅の改札も2番目に通るし、車両も同じ車両乗るし、それを毎日必ず違うように違うくさせる。だから昨日飲んだジュースは絶対飲まない、今日違うもの、昨日右足から靴履いたら今日は左足から履くとか、駅の改札2番目だったら今日は3番目とかっていう風に、ちっちゃい変化をずっと毎日やっていくと変化慣れするの。結局ルーチンばっかずっとやってる人が突然いきなり会社辞めるとかってそんな大きい変化をできないですよ。だから細かい変化をずっとルーチンでやり続けてると変化慣れしていく。避難訓練だから毎日違う飲み物飲んだって365日毎日違うもの飲んだって飲めるぐらいの種類あるわけじゃないですか。でもみんな同じ飲み物だけ飲むんですよ。だから今日はこれ飲むの、明日飲むので、ご飯も絶対同じご飯屋に飲むってよく行かない。でも毎日違うご飯屋さん行って違うメニュー食ったら365日違うことできるから、だから裏を返せば昨日いつも食ってる昼飯のメニューすら変えられないようなやつが、そんな会社なんて変えられるわけねえじゃんって、それ社員に実際やらせてみたんですよ。同じこと絶対やんな、そしたら本当にチャレンジするんだって感じですよね。それ僕講演会でもっと簡単に言う方法があって、明日の朝飯コンビニでアイス買ってくださいって言うんですよ。朝アイスしてる人ほとんどいないんで、朝アイスってすごいんですよ。だからその スーツ着ないとかもそうですよね。結局その ルーチンをいかに外していくかっていうか、それ外せば、そうなんです。スーツとか着ないと今日何着ていくだろうって悩みますよ、はいはい、頭使うんで、それを結局生活の中の 80% をいつもと同じことをやってると、それはなかなか大きな変化っていうのを受け入れられなくなっちゃうから、生活の中の 80% がちっちゃい変化の連続にしとけば、そう意外と大きい変化。僕もやっぱその年取ってやっぱ40ぐらいになってきて、なんかやっぱだんだん気づいたらやっぱいつも同じものを食べるようになってきちゃってて、よくねえなと思って、それで意図的にやっぱり違うことするようにしてます。食ってまずかったら嫌だなとか、これ食ったらまずいかもしれないけどひょっとしたらうまいかもしれないじゃないですか。今まで食ったことないものであるかもしれないから、そこの新しいご飯食べたらまずいかもしれないけどうまいかもしれないっていうリスクすら取れない、500円のリスクすら取れない人が新しいリスクも取れないから、まずはその昼飯のリスクから取っていけばいいんじゃないですか。